松山大学の創立101周年を記念したラッピング電車が披露されました。今日、伊予鉄道小町駅で披露されたのは、松山大学のスクールカラーである青と赤でデザインされたラッピング電車です。車体には次の100年も地域とともにという大学のビジョンを表現した新しいマークがプリントされています。愛媛、松山の皆様に愛されてきた松山大学ではありますが、装いを新たに走るラッピング電車を通じ、より皆様方の身近な存在でありたいと思います。また車内のつり革には101年新たな未来に漕ぎ出そうなど、学生に募集した大学への思いを込めた言葉のうち入賞作品18点が掲示されていて、受賞した3人が表彰されました。ラッピング電車は伊予鉄道市内電車の環状線を来年の末まで走る予定です。